真左にしました。なんでそんなこと。女子アイスホッケー部の小宮山緑さんに疑いの目を向けさせるためで、いい、うん、オッケー、うん、そもそも小宮山緑さんは足を骨折しておりました。スケート靴で歩くことができなかったんです。撮った、うん、なんか変な声だったな。じゃあ誰が犯人。このおばさん。あのそ